中学生の時とかにすごい気になる子がいて、うん、男の子がいて、うん、あじゃあちょっと楽しみだなと思ってちょっと早めに行ってたんですよ、駅に向かって。私誘ったんだと思います。美術館に夏休み行かなきゃいけない課題があるから。そしたら違う女の子の友達に会って、うん、あの服屋さんに連れて行ってもらって全部取り替えられてたことがあって、あこっちの学校の方がいいよって。そうです、うん、白いポロシャツになんか黒い喪服みたいなあのズボンで行ったんです。下みたいな格好。そうです、デートに行く服じゃないから。本当同じぐらいの背で、うん、もう本当全然せっかく着替えたんですけど、うん、結果来なかったんですよ。3時間半ぐらい待って来なくて、3時間この子が待ってるのに来ないの。でもその3時間半待ってたの、駅で一人で待ってて納得いかないよ。いかないよな、納得いかないよな。